ここは国立都市美術館です。今日は国画会の国展を見に来ておりますが、ここは彫刻の部門です。入ってすぐのところにクジラが、クジラの造形物がありまして、これは触って、この触るというよりもクジラを触るときにハンドルを回してクジラが動くところを皆さんで鑑賞できるような形になっております。今子どもさんが見てく動かしてくれてます。吉田つとむでした。終わります。